本当にこれは全員が実行してもらいたいっていうスペシャルな対策があるんです。これはね、絶対にやってください。ちょっとなんかね、かゆみがあるなとかね、おしっこしててちょっと違和感があるな、早めに検査を受けるのが一番の対策になると思います。お疲れ様です。真面目社長です。今日は皆さんにぜひ知っておいていただきたいことをお伝えします。風俗でよく遊ぶ方ももちろんそうですし、パートナーだったり大切な人を守るために絶対に知っておいた方がいい知識ですね。それは性病ですね。絶対に知っておいてほしい性病について、これを今日はお伝えしていきます。まずね、種類ですね。性病ってじゃあどんな種類があるのかっていうところを今から説明します。まずトップ3ですね。皆さんが一番かかりやすい性病は何かっていうと、第1位、クラミジアですね。これは聞いたことあると思うんですが、一番かかりやすい性病がこのクラミジア。次にカンジダですね。まあ女性が主になると思うんですが、最後に喉の淋病。これがかかりやすい性病のトップ3、覚えておいてください。でこの中でクラミジアですね、圧倒的にこれがね一番多い性病なんですけど、なんでこれがこんなに多いかっていうと、症状がないからなんですね。どれぐらい症状がないかっていうと、女性だとなんと 85% が無症状というふうに言われております。ですので症状がないから、そのままいろんな方に感染がしやすい。男性も 50% から 90% ぐらいが無症状っていうふうに言われております。クラミジアね、どういう症状かっていうと、まず男性は尿道の不快感です。尿道の不快感と分泌物が出る、この2つが主な症状になります。女性はどうかっていうと、まず織物が多くなります。あとは陰部のかゆみ腫れ、これがクラミジアの大きな症状になりますので、カンジダは主に女性がなる性病になるんですが、これはね、織物だったりとか、膣の痛み、かゆみだったりとかね、あとは排尿時の痛み、こういうのが主の症状になります。で、カンジダに関しては、性病というカテゴリーからちょっと外れてまして、移りづらいっていうのがあるんで、まあそんなにこう、他の性病ほど勤務に影響が出るっていうことはないんですけれども、でこのカンジダに関しては、性行為が感染源っていうことではなくて、まあ、日常のですね、例えば風邪だったりとか体調不良ですね、疲れだったり、あとストレスですね、免疫が落ちることによって出てくる症状になりますから、まあ、これは日常生活のそういった乱れをなくして、まあ、規則正しい生活をすれば改善される病気になります。3位が喉の淋病ですね。これは風邪と似たような症状です。ですので非常に分かりづらいですね。あとは喉の痛みだったり腫れだったりとかっていう症状になってきますので、この喉っていうのはね、この後にもクラミジアっていうのがあるんですけれども、すごくね風邪と混同しやすいですから、ここはね注意して皆さん見極めていただきたい病気になります。改めてこれがトップ3ですね。1位2位3位という順に多い病気になっておりますから、よりねこの中でも気をつけていただきたい。その後に喉のクラミジアと、あと淋病ですね、下半身の方の淋病で、一番最後にこの梅毒ですね。かかりやすい順番に記載をしております。喉の病気っていうのが、僕の知り合いで一回あったんですけど、それこそねやっぱちょっと喉が痛いな、風邪かな、体調悪いな、内科に行ってみた、風邪の薬もらいました、いやそれでも治らないな、なんだろう原因がわからないなってずっと過ごしてたんですけども、ある時ね性病検査に行ったそうなんです。そうしたら実は喉が性病だったっていうことが発覚したっていうことがあるんですね。ですので喉が原因不明で違和感をずっと感じてるっていう方はそういった可能性がありますから、ここはねぜひ知っておいてください。で喉のクラミジアの症状はもう喉リンキと一緒です。風邪の症状だったり喉の痛みとか違和感ね、こういうのが出たらそういった可能性があります。で淋病ですね、これは先ほどの喉になったものの下半身版なんですけれども、これも男性女性でちょっと症状が違ってまして、男性は膿が出たりとか尿道のかゆみ、排尿時の痛み、こういった症状、女性は織物が多くなったりとか不正出血だったりとかね、あとはかゆみですね、こういった症状が出ますから、そういった症状が出たらこの病気の可能性がございます。最後に梅毒ですね。これ結構ですね、今梅毒が増えてるっていうね話題にもなってますので、よく皆さんね耳にしたり目にすることあると思うんですが、実は全体の中ではものすごくね少ない病気になります。全体的にはクラミジアが圧倒的に多くて、カンジダ、ノドリンキン、ノドクラミジアの一番少ないのが梅毒になります。
少ない中で増えていってるというようなねイメージになりますのでね、なんか これが一番多いみたいなイメージ持ってらっしゃる方もいるかもしれませんけれども、そこまで実は多いものではありません。しこりだったり、あと風邪の症状、あとは湿疹ですね。まあこの湿疹っていうのがツイッターとかでね出てきたりするケースがあるんで、一番皆さん分かりやすいと思うんですけど、ただね湿疹が出るのはもう本当にだいぶ後になりますから、まずはねその湿疹が出る前に検査を受けるっていうのがベストになります。じゃあ実際具体的に検査はねどのタイミングで受けたらいいかっていうのを今からね対策としてお伝えしていきたいと思います。性病っていうのはこれ放っておくとどうなるかっていうと、不妊ですね。結構今不妊治療なんてされてる方も多いですけれども、その一番のね悪の元凶が性病ですね。ですので、早期発見して早期に治療するっていうのが一番自分の体のためになりますから、そのためにも、検査っていうのがすごく大事です。でこれお店に所属されてるキャストさんであれば、うちなんかもそうですけれども、提携しているクリニックがあって定期的に検診を受けられている方が多いので、そういった方はねすごく安心ですし、お客様としてもそういうね検査をしているお店ですと安心してお遊びがいただけるかと思います。まあ、ただしね検査が月に1回ということなので、それで 100% 防げるかっていうと、検査を受けた10日後20日後にそういった感染症になるっていうリスクもありますから、絶対ではありませんので、できればお客様側も何かあれば早めに検査をしていただくのが、より安心してお遊びいただける方法になると思います。でじゃあ検査実際ねどういったタイミングで受ければいいかっていうと、梅毒だったり湿疹が出たらだとだいぶね遅い、かかってからだいぶ時間が経ってからのタイミングになっちゃうので、これはもう喉とあと下半身ですね、尿道だったりとか何かちょっとでも違和感があったらね、まあ、痛いっていうのはもちろんすごい分かりやすいんですけれども、痛いとか膿が出てるでそれは一目瞭然だと思うんですが、ちょっとなんかね痒みがあるなとかね、おしっこしててちょっと違和感があるな、その時に何かこう心当たりですね、例えば最近ワンナイトがあったなとかね、そういった風俗店で遊んでたなとかっていうことがあれば、早めに検査を受けるのが一番の対策になると思います。まあ急いでる場合でも当日とか翌日に出る検査もしっかりあります。まあ最後にですね、僕が提携してるクリニックの方をご紹介しますので、これは後ほどねご案内させていただきますので、もしどこのクリニック行っていいかわからないって方がいれば、ぜひそこねすごく検査が正確で業界内でも有名で信頼されてるクリニックになるんで、ぜひそこをね利用してみてください。万が一陽性になりましたと、要は性病にかかってました、これが治療で治りますから、そこはご安心ください。何かこう深刻な精子にかかれるような性病っていうのは全くこの中にはありませんですから、そこはね一回なったからといってものすごく重く捉えるっていうことではなくて、風邪と同じように要は抗生物質を飲んで10日前後とかで治るものが多いですから、そこはご安心いただければと思います。でここで皆さんに本当にこれは全員が実行してもらいたいっていうスペシャルな対策があるんです。これはもう僕も毎回やってますし、僕の周りの人はね結構これをね僕がお話して実践している方が非常に多いです。でそういう方は性病になる確率がかなり低くなっております。でそれが何かっていうと、行為後のおしっこですね。これはお医者さんにもね実際に私聞いてしっかり対策になるっていうふうに言われてます。もちろんあの 100% ではないんですけれども、やらないよりは絶対にやった方がいいことになりますので、行為が終わったらトイレもしくはねお風呂とかで、お風呂ではやんない行為が終わったら皆さんねベッドでまったりとかそういうねお時間にはなると思うんですけれども、その前にまずねトイレに駆け込んでいただいておしっこを出してください。これはね、絶対にやってください。これをすることによって尿道とかについていた菌が流されますから、そこで性病のリスクっていうのを軽減することができます。ですので、行為後ねそのまま寝てしまうとかっていうこともやりがちなんですけれども、まずはトイレですね。その後ゆっくりしてください。そしてね続いて衛生面ですね。もちろんやっぱりね衛生上きれいにしていただくっていうのがベストではあるんで、例えばお店でもまあいろんなね良し悪しがあると思うんですけれども、あまりじゃあシャワーが設備がないお店だったりとか、そういった衛生的にちょっと不安があるようなお店は性病を気にされるんであれば少し避けていただくだったりとか、あとはうがいとか手洗いとかね、そういった基本的な日々のね
その衛生っていうのも気をつけていただきたいんですけれども、ちょっとねこれ注意点がありまして、イソジンだったり、グリーンスと呼ばれるね、その下半身を洗う石鹸っていうのが風俗のお店では使用されてるんですけれども、あれをやりすぎてしまうと、例えば喉だったら、通常人間の体っていうのは菌がねもともといるわけなんですね。その菌を、イソジンをね何回も何回も過剰にやってしまうと、菌がいなくなってしまう、必要な菌もなくなってしまって、余計ね性病にかかりやすくなってしまうみたいな逆効果っていうことが考えられますから、適度にああいったね薬品系のものは、使っていただいて、過剰にはやりすぎないように気をつけてください。あと治療の際に保険ね、保険が効くのかどうかってね、皆さん結構気になると思うんですけれども、まずこれ検査ですね。何にも症状がない検査っていうのは保険は使えません。残念ながらね。ただ、症状が出てる状態で治療するってなると、これはね、クリニックによるんですけれども、保険が適用されるケースもあると聞いてますから、そこは各クリニックにお尋ねいただいて対応していただけたらと思います。はい、ではね、じゃあ性病、今後検査とか治療するにあたって、クリニックどこ行けばいいのっていう話があると思うんですが、うちがね、僕もう15年以上ですかね、ずっとお付き合いしている、信頼している病院、結構大手の病院なんですが、予防会さんというのがございます。業界内でも有名なクリニックになりますので、ぜひね、そういったお困りの時は予防会さんを利用していただけたらと思うんですが、いろんなね、主要な駅にあります。池袋だったり、新宿、渋谷、吉原とかね、あと福岡にも確かあったと思うんですが、いろんな拠点がありますから、それぞれいろんな住所の方が近所のところを利用しやすいっていうメリットがあります。あと検査が正確で早いので、最短で当日に出て、あとスマホでこれ見れるんですね。これがめちゃくちゃ便利なので、それをお店とか女の子もチェックができるっていうような形になってますので、興味がある方は概要欄の方に貼っておきますので、ぜひ利用してみてください。結論ですね、これ性病、今後どういう風に僕たちは向き合っていけばいいか。これはね、ほんとたった一つなんですね。定期的に検査をすることなんですね。そういった何か、さっき言ったように症状が少しでも違和感があると。何か心当たりがある、そういう場合は定期的に検査をしていただいて、あとは男性のお客様に関してもよくね風俗を利用されるって方は定期検診をねしていただくことによって、ご自身もそうですし、女性側としてもね安心して接客ができるっていうことになりますから、お互いがですね安心してお会いできるっていう状況になります。定期的な検査っていうのを僕はぜひねお勧めしたいと思いますし、今後も業界に広めていきたいと考えております。はい、今日のねちょっとね固い内容にもなってしまった部分もあるんですが、ぜひこれは僕ね皆様に、知っていただきたいという思いで作りましたので、ちょっとでもね勉強になったなとかね面白かったって思っていただいた方は、高評価チャンネル登録をねぜひお願いできれば励みになります。それでは今日もありがとうございました。失礼いたします。